オープンメインビルディング多くのスタッフは、王立ウェスレム病院で働いている、キングスカレッジ、ロンドン精神医学、心理学、神経科学研究所とは、精神疾患と脳疾患について、原因究明を目的とする、キングスカレッジロンドン付属の研究機関。かつては、精神医学研究所との名称であった。さらに加えて、 新しい治療法と発病前に予防する方法も研究している。イオープンは南ロンドンモーズレー NHS トラストと密接な関係にあり、多くのシニアスタッフは王立ベスレム病院などにて臨床も行っている。イオープンの業績は研究卓越フレームワーク。US ニュースランキング2016年版では精神神経分野において KCL は 世界2位であると評されている。イオープンの歴史の大部分はモーズレー病院と共にあり、現在もメインビルディングを共有している。1914年、ロンドン市評議会はデンマークヒルの地に病院を建設することを認可し、モットの計画は実現されることとなった。そして1923年にヘンリー・モーズレーの寄贈により、 モーズレー病院が開院したイオープンの歳入のおよそ70%は従事している研究によるものである。およそ20%は NHS トラストスラム、10%は大学院の授業による。ありがとうございます。